もう1試合行かせてもらいます。これも良かったね。このもう1個の試合はこれを踏まえてじゃないですけど、お互い根性入ってるしガードもいろいろしてくるだろうということで、相手がその想定外のことをしてやろう、相手をその対戦中相手があるもんなんで自分の予想と違うことにしてやろうという、そういうのがすごくいっぱい見れた試合なんで。そうですね。はい。それの想定外のことが起きた後どう回復していくか、あるいはちょっとパニックになってるんじゃないかなみたいなそういうとこもいろいろ見れて面白い試合だったんで、はい、大阪大会準決勝お願いします。はい。ここでわかるね。これですね。はいはいこれね。怪しくなってきたね。この面白いのがね、これ見直して分かったんですけど、このライダーアゲニャンさんの方アイテムが回復がない攻撃っていう、はいそういうアイテムセットをしてたんですよね。チャレンジャーすごい。だからそもそも相手のオトモンを爆弾とオトモンの攻撃とか、はい、ナイフで状態移動するとか、とにかくライダーを狙わずにまずアゲニャンさんの方はオトモンを攻撃しようっていう、そういうやり方をしてるんですね。そうですね、はい、これ回復しないっていうのは結構リスキーなんですけどね。リスキーだけど、はい、そういう試合をしてます。これ罠も仕掛けてますね。これもでこれなんですよね。これ悪臭が出たのがびっくりしましたね。悪臭初めてここの大会で初めて出ましたね。この頂上大会中は悪臭が見事に決まってアイテムがアゲニャンさん使えない状態になったんで、そのもともとオータル爆弾を使うとかいろんな戦略がいきなり崩れてしまったんですね。攻撃セット持ってきてるのにアイテム使えないとどうしようなくなっちゃいますからね。悪臭やだな。で1ターン目のこの状態見たらもう圧倒的に江戸川さんが有利な状態で2ターン目なんですけど、2ターン目の時に江戸川さんこれトラップサイクロンが来ると思ったんですけど、やめてガードを選んだんですね。多分ちょっと守り固めよう。でもこれが逆にちょっと悪い方に出ていくんです。これでこの核酸凍結ブレスの全体攻撃が入っちゃってですよね。これですね。はい。しびれはないハマっちゃう。おそらくこれはまた同じようにドスファンゴ対策のしびれ罠だったと思うんですけど、そのしびれ罠に裏眼筋がハマっちゃって動けなくなった。でこれ罠にはまっちゃうと音も入れ替えることもできないし、何もできないし、だから本来ここはもうとっとと裏眼筋が倒された方が、そうですね、多分次のターンのこと考えたらいいんですけど、多分ですよ、江戸川さんちょっとパニるっていうか、ちょっとどうしようってなって回復をしちゃうんですね。とりあえず回復、はい、回復をしていくことでこの状態がちょっと長引いちゃうんですね。回復アイテム1個使っちゃうし、これ使っちゃうし、わざとやられた方が体力も戻るし罠状態も回復できるんですけどね。もうアイテムを使わずに、この罠がかかってる状態を早く回復した方がいいんですけど、さっきまで結構素早く選んでたのはもうちょっと悩み始めてますよね、この時点でお互いに。でアゲニャンさんの方も裏眼筋なんでなかなか倒すに倒せないっていうか、硬いんですね。硬いんで、意外とこの状態になったのにちょっと膠着しながらそういう状態が続く。でここは決めていくんですよね。これしっかり。焦るな。これで先に1ポイント取ったと思いきやでもあるんですけどね。硬いね。いや全然食らわないんですよこれ。でライダーエルガーの方も特技封じられちゃってるんで、そうですね。片手剣得意のガードも使えないし、それも結構こう混乱しちゃうポイントではありますね。結構いろんな対策取ろうと思うんですけど全部は対策取れなくて悩んでるね。あ、ここで結構ダメージが入るんですけどですね、まだ倒れない。この攻撃をしたかったんですね。裏眼筋なんで体力多いからこれが削りきれないですね。これが決まってたらだいぶ勝負決まってたんですけど、裏眼筋が故に削れなかった。でここでその根性対策のトラップサイクの春、ここから江戸川さんの方のここでもう決めれたらよかったんですけど、これが負けてしまうと。ここを耐えたことでもう流れが一気に変わると。でこのトラップサイクロンを張っているのでライダーのその根性を潰しやすくなるので、ここからエドガーさんは反撃ということで火力の高いオトモンを、レウスを出してきて、っていう状況になる。さっきのが眼筋じゃなかったら倒れていたのに、もうその後も一気に攻め込まれていたんでしょうけど、これは結構耐え抜いたのは誤算だったんですね。これでここからですね、もうここからもうライダーにどんどん攻め込まれて、これ根性は効くんですがトラップサイクロンかかってますよ。そうですね。でこのドッグスパイククラークで今ガード入ったでしょ。はい。対策取ってましたよね。ドラゴン装備っていう毒とか効かない装備を着てたので効かないし、この眠らそうと思っても眠らない。しっかり対策してますね。エドガーの方はそういう状態異常を防ぐためのそういう防具とかお供とか全て対策を入れてるんですね。でこれで根性を潰しつつ倒せたんで、実質今 2-2 なんですけど、エドガーの方は多分根性が残ってるし、結構さっきと同じ状況ですね。1ポイント優勢にはなってる状態ですね。かけが1ポイント優勢な状況です。ライダーアゲニャの方が大変なんで、もう片手剣みたいなガードが使えないので、ガードが絶対使えないんで、ここはもう押していけばいいっていう。これでもうしっかりレウス、自分じゃなくてレウス回復させて、これはもうレウスでもう一発打つための回復ですね。絆ゲージの回復、これ決まってきますね。一気に逆転してきたよ。これ最初の1ポイント目で、ね、優勢かと思いきやあるんですけどね。ここでこれはわざとですね。あ、まあわざとというかもうどうしようもないんで、もうここはいいかな。まあまだ根性は残ってる状態ですから。変に回復してるとね、根性を潰される可能性もあるんで、根性を残した状態で。で最後これでエドガーの方はこのままレウスでいってもいいんですけど、これがちょっとどうなのか分かんないですけど、レウスにはその根性の耐性がないのか、あるいはスピード的に弱いのかもしれないから、ドスファンゴに変えて、ドスファンゴの方はおそらくこれこの後加速っていう、誰よりも早く動くことのできるスキルを入れてるんで、多分そっちを取ったのかな。そうですね。でシビレアナももうすでに1回使ってるんで来ないっていう読みもあって、見事にドスファンゴがなるより先に動いて倒したっていう。素晴らしい。すごいですね。だいぶ焦ってたと思いますよこれ。だからいろんな状況があったんですけど、そこからすごくよくリアクションね、トライしてやったなっていうことです。やっぱり実際やってる本番の時には本当に僕らもちょっと。僕も混乱してたんですよ。この状況どうなってんだろうってなってたんですけど、アーカイブ見て見直すことですごいお互いのその心理とか狙いがすごい分かってきて、見れば見るほどこの試合面白いなと思って見てました。いやいや良かったですね。奥が深い。皆さんもいろんな意見があるとは思いますけどもね。